左の好打者石井。どうだと言わんばかりのストレートです。いい球ですね。あのボールはなかなかずんとこう沈めそうですよね。変化球よりこれよやっぱいやあのジジサトでもまっすぐでいて変化球ガーンと無理に引っ張ったような感じですよ。ほら、いやもうバットの上ボールが通過しています。だからピンチになった方が腹決まるんですよ。早いですもん。もう全然こんなもん遅れてるもん。追い込みました。こうスイッチが入ったようになってきました。これこれこんな変なねあのこったこと全然言えんですよ。分かっとってこれやもんこれね。え、駒ですわ。はい、これは惚れ惚れするようなボールでした。藤川球児のストレート。代打をまた起用します。ランナー二塁一塁ワンアウト。9回表西武ライオンズボカチカです。まあ、8番9番を務めるようなことが多いボカチカなんですがホームランも11本打っています。153キロのストレート。いや何かピンチを背負って、いや本当に湯船さんがおっしゃるように藤川らしさが出てきました。まあ、らしいですよね。はい、もうサイン分かっててもいいと、うん、狙うとこも、まあ、今の球ですけど真ん中ですよね。お気味のいい加納のミットの音が響きます。ツーアウトランナー二塁一塁。こんな球ね、はい、みんな投げてみたいでしょうね。打ちたいじゃなくてそらそうバッターは速いなと思ってるからね。代打ベテランの江藤です。21年目のベテラン江藤。39歳の江藤が打席に立ちます。46,160人の観客が集まりました。なかなか上昇気流に乗っていけないチーム状況の中、交流戦去年の日本一西武を相手に勝利までいよいよあとアウトカウント1つ。ツーストライクのボール152キロで追い込んできました。もうバットとボールの接触音はしません。藤川の白いボールを受ける加納のキャッチャーミットの音だけが響き渡ります。
7回一気に畳みかけて見事な逆転勝利。41歳下柳が勝利投手になり、そして守護神藤川球児にセーブがつく。理想的な展開で勝ち星をつかみました。4対1、阪神タイガース、去年の日本一西武に対して白星をつかみました。檜山の同点タイムリーもありました。さらに関本の勝ち越しタイムリーありました。阪神4対1、西武を下しての1勝です。